出てきそうな勢いだぞ。いや、なんで？意味わからん。終われ終われ。まあまあまあ。あってでも結構一番続いてるか。でも、ちゃんとさ、頭とケツが合ってんだよ。最初と最後につながってる。確かに。確かに。いや、すごい。意味が変わって出会ったら、グルメになってるわ。ハイブリさん。やばい。よかったよかった。足で動かしたやろ、お前。これ、なるほど。ハイブリさんもやばいけど。反転した。ハイブリさん。不安になるわこれ見てると。不安になる、不安になる。精神が病む。精神、お前なんかこれ一例印刷したなんかこう精神を病んでる方の絵画みたいなのできない。確かに、なんかチェンジされてそうだよ。違うのに俺普通の人が仲良くしてね。なんかつなげづらいな。いきなりやりづらいよこれ。ジャガイモの擬人化みたいな。あ、そうや、豆持ってる。先生、豆持ってる。なるほどね、そういうことか。繋がってる、繋がってる。あ、繋がってる、繋がってる。繋がってる、すごい。地球上これ僕も繋げたよ。これはもしかして。おー、地球が育ってる。こんな来てないんだよ。宇宙行くぞ。繋げてますよ、僕は。宇宙行くぞ。あ、いいね、いいね、いいね。めっちゃ繋がってる。すごい、すごい。さあ、この中で断ち切るのは誰なんだ。誰が、あー、あー、生まれちゃう。まあ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 、つながってつながってる。現代の地球は同じだよ、ハイブリッド。同じだよ。2回踏まれた。まだ、まだなかった。2回踏まれて。まあまあまあ。2回踏まれて。マジごめん。マジごめん。お前、見ようかな、なんか。俺は、これ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 は、俺回ってきてさ、全部文字なんて思ったからさ、なんかどうしたいなと思って。地球変えてきた。あ、これで動いてるじゃん。動いてるよ。私たちは変わる。本当ごめん。繋がってるよ。本当にごめん。割れる。前も成長した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 。やめよ。せっかく地球出したのに。今はさつまいも成長。地球戻ってきたのに。あ、いたわ。もう。なんか生まれた。いいぞいいぞいいぞ。やばい。バグだ。いやこれまとまれた口の中に。まとまれた。よく食われんのかよ。さつまいも精神が。うわぁ、さつまいも。いや、これ僕、なんか人間食べて魚人になるエンディングを書いてる。あぁ、でもあれ、さつまいもだよ。いや、どうやってさつまいもってわかるんだよ、これ。いや、これ、黒川と夏目、切腹レベルでしょ。でもこれ一番やばいのはエロちゃんだと思うよ。せっかく平和エロちゃん何書いてる。丸いもの見ると割りたくなっちゃうな。わかるけど。早くバスやん。いや、どう考えても黒部さんと夏目先生が。いや、そうだ。いやいや、じゃあさ、一方その頃って来たら何どうしたらよかったん、これ分からなかったん。こっからはもう新しいストーリー作りたい放題じゃん。じゃあ僕たちは、てか僕たち私たちはって来る方が困るだろう。一方その頃何でもできたよ。ちなみにだってもう We are the world 前のページ分かってないからね。ちょっと眠かったから適当に僕たち私たちはって感じ。あー、それ適当するんや。しない、してない。え、これあの若い子の自分で書いたけど、これ全く分かるわけがないよ。誰だよ。チーズビーム出ちゃった。チーズビーム出ちゃった。またこれぞ力さんになってたやつ。あ、これか。前歯の間からレンジだ。なんで前歯と前歯の隙間から。白素、白素ビーム、白素。しかもブラジやん、こんな。ちゃんと一言で書いたんだよ。おい、てか何個ビーム出してんだよ。チーズビームだった。あんた高いしてたから待てってやったんや。おー、なるほどね。いや、おかしい。これ俺リアルに書いてしてんだよ、まず。あー、すごいすごい。すごい。割れんじゃね、これ。割れない。割れない。あ、よかった。意外に耐えて頑張って耐えたっていう。なるほどね。
なんで殴ってるの？もう一回ワンパイ入れた。なんで殴ってるの？何あの赤いの？トニキさんでも勝てない。改造してるやつ。右手が解放射器になる。いや、一気ここからヒーローショーにね。これショーだったね。そうだね。急に決めポーズしてるんだ。決めポーズして。爆発した後ろで特撮でよくあるやつ、ね、でヒーローになってなんかすごいすごいって言われて、あ、いいじゃん、いいじゃん、一番めっちゃ繋がってる、全然繋がって、一番やりたいよ、全然終わったよ、どういうこと言わないの、一番倒せなかったけど逃げたんだよ、ハイブリさんの絵がやばいまして、なんで俺なんだよ、これはクソビクソビクソビハクソビーム、スケロリー、俺めっちゃ一生懸命描いてる、前歯の隙間から出てきたことに、自分の前歯の隙間からハクソビームだし、自分が覚えちゃってるから出てきたこと、今までで一番まともだった説ある、一番良かった、一番やってほしいようにやってくれた、スタートラインだけ行かれてたよ、スタートライン、え、若い頃の植木ひとしが、それ以外出てるんだから、植木ひとしだけ繋がってない、これね、初手からね、あれをやっちゃってるんですよ。なんですか、まさか。なんだ？あ、もう割れてる。割りスタート。割りスタート。初手から割ってる。だから俺戻したの。戻されたからとりあえずなんか出てきたの見てて。巻いた。これ盛り上がる物語なってんじゃん。なってる。タイトルからの回答。なんこれ。ドニキのセックスピストルズやん。飛び散ってるあの黄色いやつから目吹いた。ああ、なるほど。ドニキのセックスピストルズ。めちゃめちゃ積もり合わせてる。すげえな。ドニキのセックスピストルズ。目吹いた。で？これをめちゃくちゃつぼに入ってる人いるやん、すごい、そうなったのか、奥義になって重要素消えたな、あ、そういうこと、いいじゃん、奥義が現れて、ゾニキさんがすげえしてる、ポイ捨てしてる、ポイ捨てしてる、からどんな、どういうことか、アフロ田中でしょ、アフロ田中でしょ、召喚中に燃えてその中を助けに行く人が、助けに行く人なのか、助けに行ったんだけど、家の中に助けに行ったりとか、いや大丈夫、死を確保だよ、どうだったね、でも一番つながってるよ、これつながってるよ、これ桃からだってゾシさんが生まれて、あ、そうだね、ターミネーターみたいな、あとに横コロコロ、あとこのつながりいいやん、あとクロムさんゴーグルがついてるのに目と口がちゃんとあるから、こいつインパクトなんだよね、絶対でもこれ文字が汚すぎるというね、あのアルマくんの絵から繋がってるよ、俺の絵までしっかり、じゃあ、あのトモスケさんの絵までしっかり繋がってる、そう繋がってる、いや全員繋がっちゃう、これ怖いな、逆にこれ一番最初のアルマだからいいんじゃない、あー、そうです、何素晴らしい、素晴らしい、そっからかい、私が嫌ですって投げてみました、あ、書いたわこれ、投げたの、あ、投げてんだ、かわいそう、ストーリー繋がってんじゃん、かわいそう、ゲッツの物語じゃん、あの金太郎のクマになったんですよ、使えたね、金太郎かわいい、サントスさんだからな、クマじゃなくても、でもやっぱ嫌だ、やっぱ嫌だ、もう一回捨てられた、もう一回捨てられた、ネキさんの犬捨てられすぎだろ、戻って捨てて天罰、太田さんが、え、いや、何が起こったんだろうね、
発してる。頭から血吹き出したんや。どう？あ、頭から血吹き出して。呪い？やられてる、やられてる。これはもう太すぎだろ、右下のやつ。何は中だいぶ書いてる。だいぶ書いてる。これが来たら、中まで書いてる。犯人は余裕もあるの結構犯人分かってる。あ、宇宙警察駆けつけて。宇宙警察来て。警察だった多いな、ここ。捕まって。捕まって。これ捕まってんのか。死んだ。殺されてる。死んでる。寿司が食いてえと最後に。これ寿司なの？寿司が食いてえ。誰かでしょ。青なん何の寿司なん？いやいや光物でしょ。光ピンクはピンクは。寿司食べたい。今サーモンでしょ。桜でも。最後カツオだね。急に。うまい。何なの？うまいけど。あ、腹に刺さってるって思った。あ、なるほどね。もう一回刺しました。もう一回刺してこれは俺の題材がめっちゃいいじゃん。いやてかこれ僕この14個のストーリーのうちも2回捕まってるんですけど。何は中のアラル。2回捕まるまでかけてるのすごいじゃん。これ回ってきたとこだよ。あれ回れる人だよ。藤宮さんはなんか毎回感があるからすごい好感度がちゃんと。なんかでも松目先生が言うとアルマさんは悪い人だわ。これトータスさんがやらかしでしょ。え？トータスさんだよ。トータスさんだよこれは。確かに確かに。ハッピーエンドどこ行ったの？あーダメ。なんかハッピーホイールズみたいな。ハッピーホイールズ。てかそもそもさ、自分の題材を自分の角度ってやばいよね。考えおかしてるやん。引いとるやん。引いてる。アルマくんうまいなこれ。うまくないですか？うまい。これ何気に入った引き逃げ犯罪集です。引き逃げして引き逃げしちゃって何の犯罪犯罪しがち犯罪って予想そう捕まるの捕まった2人目の逮捕者が何捕まるのまた捕まったそう何なんか分からなかったこの辺りかなアリブリさんもやっぱ警察官の禁断の声俺はなんかハブさんこれ愛を入れればいいってもんじゃないですよ曲とは違うんですよこれいや俺はね愛はいらないですよ意味が分かんないそうこれ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 内面を表現したって意味が分かんないクソ機能すぎるだろこれそれでもワースト愛のすいやアシユさんはアーティストやわ本当俺の家絶対住みリフォームリフォームした2回目はいらないもんこれこれとりあえず割っといて割るんだ割れるんだ割ってる割れたらそら夢かってなでもおもらししてるやんこれはちょっとあの首吊りをなんでだ最後の悪い回なんで殺したかったサイコパスうまいかわいいうまいこれかわいかったでまあとりあえず夏目もあのしんどくかとあの自分で首吊り下がるのだからだから俺もしんどこうかなと思ってなんでなんでなんでマッチョ、すごいすごいすごい。マッチョで、ここからハッピーになる未来が見えない。ドニキのあの、ドニキのあの、ダボマギじゃん。終わった。クロムさん、ボディ使いすぎだぞ。クロムさん、ちょっと、映画。松村先生と俺一緒に死んでたな。ねえ、一緒に死んで解釈いや、首吊り伝わったな。最後はあの、知事も残らず爆発されたけど。これめっちゃ書きやすいの書きました、これ。ラスト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 。これ、クリリンと悟空が亀仙人のところ行ってるんですよ、これ。ああ、将棋さしといたわ。将棋さす。ドラゴンボール一コマで終わっちゃった。もう訳がわかんない、この絵。分かんなかったから何書いたっけドラゴンボールやりたかった消費さしといた何書いたんだっけあーぶち切れたんだよね台番してるあーそういうのやってサブ台返し消費さしといたごめん本当にごめんまたやらかしたけどありやんあんりやんあ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 、アーティスですから、俺の学園が全部ね、数学の問題みたいになってるよね。レーデンってなってる。
でそっからなんかロンギヌスの槍が出てきました。エヴァネタ出がちだな。ロンギヌスの槍だったんだ。分かんなかった。いやカシウスのあまた地球がね。地球がやばい。地球がやばい。三分の一くらい地球が。あやばい。侵略されてるこれ。チーズビーム始めた。宇多田ヒカルがそろそろ歌い始めるよこれ。ほら逃げ惑う人々。あ逃げ惑う人々。ああなるほどな。まあまあまあ、まあ、確かに。これ繋がってる。ガチのサードインパクトやん。ガチだけど。ガチだけど。なんでガチなんだよ。なんでさ。コピペですか。ガチコピペ。進化の石持ってるでしょ。進化の石持ってる。ブス中じゃん持ってて。あれ僕サントスさんに被せてあげたんですよ。ライチュー帽子。天才だねメイヤ君。でしょ。ライチュー帽子をかぶせてあげたんですよ。確かにかわいい。うまい。かわいい。かわいいって。なんか走ってるっぽかったからゴールにちょっと。あ、ゴール。なるほど。近づいて。でも。はい。おお。これでゴール。いいね。すごい。しく繋がった。全然繋がってないですよ。ない。足で繋がってる。じゃあ、チャンやったらトータスのやつ意味わからんすぎてこれ。これ。これ雷しかわからなくて。ただとりあえず唯一のハッピーエンドだよ。確かに。確かにみんなでゴールしましたね。ドラゴンボールのストーリー書いてほしかったのにな。でもドラゴンズって一回ロンギヌスやりが出てんだよ。ロンギヌスやりが出てるけど先にハッピーエンドでありえないから。いやもう最初ドラゴンボール出てきたのに次あのエヴァンゲリオンになって最後ポケモンになってるから、ね。意味がわからないですよ。コロコロ変わりすぎた。あれも一個前の話よりは全然一個前の話みんな首吊り自殺してたから。みんな首吊りにしてさだってすごく。後味が悪すぎる。テレマシュー。熱いから爆発するしかなかったんだわ、あれだって。しょうがないでしょ、あれ。いやー、面白かった。あー、笑い疲れる、これは。すごい、これ1時間半以上でやってましたよ、この。いや、もう長いわ。重要な。マジ長かったわ。マジで長かった。締めましょう。この人数になるとな。はい、確かに。めっちゃ疲れた。一日やったなっていう気分で寝れそう。ありがとうございます。寝れるな、これ。ありがとうございます。ちょっと。ありがとうございました。ありがとうございました。お邪魔してしまって申し訳ないです。ありがとうございます。いや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 。ありがとうございます。いい感じに場を荒らしてもらって。いやー、やっぱ、ああいうのがあるから面白いからね。さんもね、ありがとうございます。全然荒らすつもりなかったの。めっちゃ面白かった。ダメだ。面白かった。面白かったです。みんな、あの、タイムシフト見てちょっとがっかりしましょう。俺こんなんかって思いながら仲良くしてくださいぜひはい、長くしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。やばかった。やばすぎだろ、こんなん。終わり。ごめん、途中で落ちて。